井口選手優勝おめでとうございます。123、私は124しか持ってない。また3着半にしたら木下さん。どうもアミーナです。船剣王決定戦全然当たりません。今現在最下位の6位でへこむさーって言ってるそばから速攻元気。前回も外してしまいました。いやもうしょうがない、見てるところがねちょっとずれてるんですよね。でもボートレースなんてね、そうなんだよ、ちょっとずれちゃうものじゃん、惜しいものじゃん、外れても毎回さ。だからねそこうまく当てていけるようにね頑張っていかんといけんなって言えてますけども、今回の大村は4日間のショートシリーズで新エンジン新ボートでの初の一節になります。さあ最下位6位のアミーナの今回の優勝戦予想1号艇が藤岡選手、4走走って4走とも1着だった吉村選手が昨日準優勝戦で宮地選手に3コースからまくり出されてしまって、今回優勝戦は4号艇で白の各国をつかみ取ったのは藤岡選手なんですけど、エンジン的に見るとこの優勝戦メンバーでの中ではちょっと劣勢な部分があるのかなと。でも枠的にはすごく有利ではあるので、まあ、藤岡選手軸からの今回のアミーナの買い目はこんな感じにしてみました。123123221323231321、あれこれ123ボックスじゃない、これ123ボックスじゃない、123ボックスやったね、123ボックスになってる。で穴でちょっと穴目も狙いたいなってとこで2332から456これも抑えました。というのも2号艇の西野選手コメントでも足はすごくいい、タイムも出てるし節一と言っていて、節一2号艇2コース大村買う、これ買うでしょって思って。で宮地選手昨日もね出足がいいって言ってて3コースからまくり出したでしょ。で宮地選手といえばやはり3コースからのまくり出しなので、まあ外逃げるってよりもまくり出しの展開になるかもしれんやん。でもさまくり出しのスペースがなかったらさやばくない？まあ、確かにまくり出し狙いに行ってハイレンクって交代しちゃったらもう1221でこれ流すパティンの方がいいと思うんだよね。でもなんとなく藤岡選手が足的に弱いところを見ても宮地選手信用したいかなと。あと3コース得意っぽいから気になるのはというかもう本当に吉村選手、岡谷選手、吉田選手、この外枠の3人もすごくいいので難しいところではあるんだけど、やはり宮地選手スタート行くと思うよね。宮地選手スタートすごくいいから、だから3号艇3コースが壁になって外枠に出番はないんじゃないかなと今回は思ったから、無意識に 1,2,3 ボックスになっちゃってたのかもしれん。でね、西野選手ね今年2020年の1月1日、2020年の幕開けの、まあ、2走目なんだけど幕開けの準優勝戦にて大上選手のことを2コースから指してるんですよ。まあ、でもこの節結局大上選手の優勝ではあったんだけど、まあ、2コース出しから幕開けた2020年、節1エンジン大村で引きました。2コースからここは優勝するしかないでしょうで私の頭の中で勝手にストーリーが生まれたから、ちょっともう今回はこれでいきます。選手の皆さん頑張ってください、当たりますように。